MK42S スペーシア。今回ね、メンテナンス部分でバッテリーのね、交換方法いきます。で、まあ簡単に言えばターミナルはね、10ミリで、捨てのね、この棒8ミリで、この捨てのしの字はね、左側はね、左側が助手席側ですね。助手席側は前からね、後ろに刺さってます。で、運転席側ですね、これはね、後ろから前に入ってます。まずね、供給電源取るとこからいきます。で、室内に来ました。僕はね、こういうブースターパックで、ブルーポイント製のね、このシガーソケットでやる感じです。で、これをね、 OBD2 の端子に挿します。これちょっと見にくいんですけどね、このサイドブレーキの足元真上ですね。で、おまけに黒いんでね、こいつです。わからないです。こんな感じです。でね、バッテリーをね、外していきたいと思います。でね、バッテリーがね、結構危ないとか怖い人がいてるので、ここでね、捨てを外すと危ないと思う人はね、まずね、バッテリーのマイナスを抜いてください。で、こことね、ひねってもらったら外れます。ちょっと保護しました。で、次にね、プラスで、もうマイナスを外してるのでね、両方同時に当たることはないので、まあ、捨てを外してもいいんですが、今回もね、プラス外します。ここ当てないようにね、ここショートします。で、こういう場合はね、あの皿についてるキャップですね、新品にね、キャップがついてればね、もうキャップをしてた方がいいと思います。これでね、安心です。で、今のね、プラス端子ね、ちょっと昔の形状と違うのでね、結構硬いやつがあります。硬いです。これね、傷が入ってるのはね、テーパーになってないですね。同じ大きさの板がね、二重になってるので、締めるときにね、締めすぎると下が割れます。マイナスはね、テーパーになってるので簡単に外れます。でね、プラスも保護しました。キャップしておきます。でね、捨ては8ミリ。まずね、あの、だいたい新品のバッテリーね、ちょっと容量アップなのでね、サイズがね、ちょっと大きい場合があるので、心持ちね、緩めておいてください。で、こっち側ですよね、助手席側、こいつをね、緩めます。そうするとね、この捨てからね、切り欠きがあるので、乗り越えて、ね、外れます。で、しの字を抜きます。こんな感じで入ってます。次に反対側ですね、捨てを持ったままね、捨てとしの字を持って下にね、
結構ここなかなかね入らないので、持ち上げてもう下まで抜いた方が楽です。であとはねバッテリーをちょっとねカールトップあるのでね、結構ね斜めにしてもらって、だから液入りはねちょっとこぼれるかも分かりません。こんな感じで引き上げてもらって、キャップをね新品に付け替えて、でねちょうどねこの角度ぐらいですね、この斜めになってるこの角度でねちょっと滑らすような感じで入れてください。あとはねもう逆再生なので、しの字を下まで入れて引き上げる、で上に置いとく、でこっちは逆なので前から後ろに引っ掛けて、この溝にこんな感じでね入れてください。均等にするのと、しの字がね結構ねネジがこうやって緩めとったらね外れるので、先に事前にねかけて、まあ、外れないようにね手で締めててもいいと思います。あとはこのお知らせのね部分とかちょっと見えるようにして、書くとこがあればね書くとこをちょっとずらしてもうて締めます。ここねプラスチックなので、ね、あまり締めすぎないように、でもねやっぱり動くときはね動かないように締めてください。で保護を外してもらってつけます。でできるだけね奥に入れてください。である程度ね締めてもらってちょっと回転するかどうか確認して、まあ緩ければねちょっと締めてもらったら、これねあまり締めすぎるとね下から割れます。結構ね松だけ結構割れてます。松だけね 2,3 件も割れるかな、全車種割れますね。マイナスつけるんですがね、僕ねいつもね端子にねちょっとねちょっとね塗れるぐらい両方ね塗ってから入れます。ちょっとプラス側はねやるの忘れましたから、でまあ入れます。こっちはねテーパーになってるので、ね、ここがねくっつくまで締めるとね締めても意味がないので、ちょっとまあ開いてる状態ぐらいでしっかり締めてもらったらいけると思います。これで OK ですね。で青いね粉が吹いたりとか白いカスがいっぱい、まあそれを帽子でねこのグリス塗ります。両方ね塗っといてもらったら、もう作業終わるとねすぐに供給抜いてください。でエンジンかけます。でまあ簡単に言えばね電圧だけ測っていてもらって、まあ、13.8 ぐらいから 14.5 ぐらいまで、今のねオルタネーターの負荷がかからないとね電圧が上がらないので、まあ 13.8 ちょっとぐらいだと思います。でライトとかつけてもらったらまあ上がると思います。それもね確認してた方がいいと思います。あと言い忘れてましたがね、ナビが初期化されてないとか、まあ、他がね、狂ってないか、それは見とってください。他にもね、いろいろ動画を出していきますので、見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。